久保さんまああの、思うことを思わなければ何も始まらないですね、はい。まああの、あれですよ。まあ思う、思っても始まらないし、思わなくても始まらないし、始めなければ思わないし、とんちみたいなもんですね。だからみんなあれなんですよね。まあなぜできないのなぜ、 なぜ行動できないのかにしましまょうかかななぜ行動できないのかっていうとその行動の意味を求めるんですよ行動の意味を求めるって何かっていうとこれだけ働いたらこれぐらいの給料をもらえるんですかという意味ですよねということはこの給料をもらうためにこの行動をする意味このこの給料をもらうためにこの仕事をする意味があるとだからあのー、その行動をして 成功する保証はあるんですかと。億万長者合宿に参加して、本当に稼げるんですかっていうね。あの、億万長者合宿開催してね。もう2年ですか <laughs> もう2年ぐらい経ちましたよね。3年 ?2 年 <laughs> 早いっすね。億万長者合宿ね。本編。2年前ぐらいにやった時に小田瀬ね。ブチ切れましたけど。知らねえよ、みたいなね。<laughs> 億万長者合宿に参加したら稼げるんすかみたいなね。 稼げるる保証があるんだったら行きますよみたいなみんなやっぱねそこで生きてるから多分無理なんですよねその行動することに意味があ意味があるから行動するじゃなくて行動することに意味があるんですよ意味があるから行動するんじゃなくて行動することに意味があるんですよだからこれアドラー心理学でもすごくあの掃除の話でね非常に面白い話をしてるんですけどなんか 誰も見てないところで掃除をしています。誰にも評価されません。あなたは掃除をしますかと。で、あの、青年は言うわけですよ。いや、誰にも見られてない。誰にも評価されない。そう、ゴミ拾いしてる意味ないじゃないですか。鉄人は言うわけです。果たしてそうでしょうかと。それは正しいことなんでしょうかみたいなね。誰が、誰も見てないからゴミ拾いをしない。誰も見てないから 誰も認めてくれないから、それをしない。それはゴミ拾いという物事の本質ではないんじゃないですかみたいなね、問いがあるんですけど。だから、その、こ、そ、そ、それをね、まあこれね、ガナリさんも言ってたかな。その、要は意味はないんだけど、意味があるとするならば、ガナリさんが言ってたのが、いや、自分が気持ちいいでしょみたいな。誰に見られてなくても、自分が気持ちいいでしょみたいな。 あそうそうこの前そのスーパー行ったんですよねでスーパー行ったらなんか陳列されてるねティッシュがねこうババババって倒れたんですようんで誰もいないんですねで僕はまあ、そのね陳列されてるねティッシュを落ちたティッシュをねあのまた整頓したんですよでちょっと立ってまた買い物してたらまた倒れてるんですよ また倒れてるんだみたいな <laughs>。で、誰もまあ見てないですよね <laughs>。で、またティッシュをね、今度は違う並べ方にして、まあ、これだと倒れないなみたいなしたんですけど、なんだろうな。じゃあ、その、誰かが、そのじゃあ、じゃあね、そのゴミその陳列されてるやつが倒れました。じゃあ、それをやったから、そのスーパーの割引があるのか、何もないですよ。誰も見てないし。まあ、防犯カメラに映ってるかもしれないですけど <laughs>。 だからじゃあそれをやってね、自分の中で、なんかいいことしたなと思えれば、それでいいんじゃないですかき。気持ちいいことしたなと。誰も見てなくてもできたぞという自分に対して、自分を、なんかその、有森さんだったか、あの東京であ、東京じゃない、オリンピックで、マラソンで銀メダル取った人、自分で自分を初めて褒めたいと思いますみたいな。で、自分にそう思えたら、それでいいんじゃないですかね。うん だから、行動することに意味があると。意味があるから行動するわけ、意味があるから行動していたら、まあ、久保さんと僕のような人生はね、一生遅れないと思いますよ。だって、やっても稼げないんですから、最初は。うん。いってらっしゃい。